今週はね、中共記念ということで、お話を進めていこうと思います。今週もね、やっぱり反ロ組の党数がやっぱちょっと多いのが目立ったかなと思うんで、やっぱり中心はその辺になるかなと思うんですけど、どうでしょうか。とりあえずまあ人気しそうなところで、ドナウブル、うん、まああのもともとそうなんじゃない、体重それほどなくて、まあ、ちっちゃい馬なんですけど、うん、まあ、今週の人多いとあと予想で、まあ、プラス6キロ8キロぐらいの体で出走できそうな感じなんで、ちょっとふっくら程度ぐらい、うん、ふっくらしててね、ものすごくいい感じに見えますよね、うん、でまあ、ちょっと気きついところある馬なんですけど、うん、それがね、無駄な方に向いてなくて、うんうん、前向きさに前面に出てるっていうか、A 方に出てるんで、うん、まあ、雰囲気としてはね、うん、いいですね、これ。あ、すごく、5月以来やけども、まあ、きっちり力を出せそう。きっちり力を再生ということで。まあ、あとはね、うん、ワイゼリー、うん。これ朝一やったんですけど、うん、まあ、ラスト10点っていう感じの、うん、まあ、追い切り内容ではあるんですけど、うん、前に、エイシンテキサス、これも警告馬なんですけど、はい、これを置いて、うん、捕まえるような感じの形なんですけど、うん、まあ、若干ね、手応え的にはね、うん、相手の方がまあええかなっていう感じはまあ微妙なところですけど、うん、まあ、ありましたけど、うん、かわし去ってからも早かったし、うんうん、まあ、上がりの時計11秒7、うん、まあ、時計が示す通り、まあ、切れ味はもう抜群でした。確かにね、映像なんかで見とってもね、うん、かなりゴール前シャープな感じだったんで、これもちょっと感覚空いてますけど、うん、仕上がりいいんじゃないですか。ちょっとやっぱ夏場はこういうね、元気のあるのを、うん、そう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 、注目したいところなんで。あとはね、ディ、うん、フェンディングチャンピオンのフラグラッパー、うん、そうね、どうでした。今ね、販路、うん、ババが良くて、まあ、かなり時計早いんでね、傾向としてね、うん、この馬も 50.3 なんですけど、4ガロン、うん、ただね、上がりが 12.8、うん、この馬ええ時はね、追い出したらもっとね、スパッとね、瞬時に反応してね、まあ、飛び大きい、うん、馬なんですけど、うん、結構ね、こうぐいっとこう重心下げて走ってくるような ね、うん、イメージがあるんですけど、今週なんかね、ちょっとやっぱり追い出されてからなんか反抗するわけでもないですけど、ちょっと状態浮き加減で、確かに頭もね、うん、ちょっとまあちょっと上がり加減になるっていう感じ。だからほんまにいい時と比べたら、やっぱりこう年齢的なものもあるんかもしれませんけど、うん、時計ほどはね、こう、キレある動きっていう感じではなかった。やっぱドナーブルーとかワイズのそのゴール前の動きとかを見ると、ちょっと、だからええ時と比べると、ちょっとやっぱりだいぶ落ちるんでね。なるほど。今回こう変わり身ってなるとどうなんかなっていうのが正直なところ。なるほど、なるほど。怖いけどね。怖いけどね。今の中京のババア、特に短距離はやっぱり、確かにね、完全にその差しのババアにシフトしてきてるし、どちらかというとこういう大飛びの追い飛び馬っていうのは、結構ハマるっていうケースがすごく多いので、怖さはあるけど、やっぱり去年ほどではない。去年ほどではない。気配は。あ、そう。わかりました。であとはコース組なんだけども、はい、そうですね、うん、まあ、一番人気を集めそうなのはリルダバルタなんですけども、うん、まあ、今週はね、まあ、この厩舎らしくまず3頭合わせで、まあ、びっしり追われたんですが、うん、追っかけて内に合わせという形ですね。追っかけて内に入る形ではあるんですけど、意外にちょっと弾けなかったというか、うん、相手がよく頑張ったというか、うん、先週はね、すごく動いたんですけども、その動きに比べれば、今週は意外に弾けなかったなというのが正直な感想ですね。まあ、一応時計は結構しっかりしたものが出てるんで、7にはしたんですけども、本当にいい頃に比べたら、
ちょっとどうなんかなというようなところは若干あるというふうには思います。攻めの量としてはね、入念にやられてる感じだけども、うん、ねはい、確かにちょっと今週はもう一つこうね、うん、シャープさ変えたかなと。そうですね。あとはまあシルクアネストですけども、うん、まあこれは北海道のね、まあ友愛賞を使って中2週になるんですけども、まあ帰ってきてからもね、まあすぐ乗り込めて時計もしっかり出せてるし、まあ今週はね、まあ意欲的な傾向ができたと思います。うん、まあやれば時計は出る馬なんで、まあ今回もまあかなりこう早い時計は出ましたし、うん、まあしっかりした稽古はできたとは思うんですけどもね、うん、まあ最近ではまあ一番雰囲気はいいかなという感じはしますけど、なるほど、はい、石尾さん、なんかないですか？そうですね、まあ、コース、まあ、ポリトラックで今週レイアップをやったんですけど、うん、まあ、ちょっとテンションが高いところがあるんで、まあ、先週は、ね、早いところで3と合わせてやって時計出してますんで、まあ、今週は微調整という感じで、まあ、動き自体は良かったと思いますし、まあ、体も仕上がってるんで、この学びには力を出せる状態じゃないかなと思います。あまりやりすぎちょっと、ね、まあ、本日をちょっとパドックでテンション上がってるようなところに見受けられますので、ちょうどいいかもしれないね。そうですね、今の中距離はもう絶対道中で力使ってしまったら絶対直線伸びない。そうです、うん、これぐらいで微調整した方が、ね、まあ、いい結果を生む可能性はあるかなというふうに思います。ちょっとその辺のじゃあ調整方法どう出るか注目かなという感じがします。はい、では、まあ、ヒットからはじゃあこんなところで締めさせてもらいます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。